はいどうも、獣医師のおぶきです。今回のお題はこちら。おい、ドンと。狂犬病ワクチンについてってことですね。もう今3月で、来月になったら4月。狂犬病ワクチンのね、集合注射とかが始まってくるので、まあちょうどシーズンといえばシーズンですね。まあ毎年どこの時期に狂犬病ワクチン打っても別にね、年1回打っていれば問題ないんですけれども、まあこの集合注射の時期に合わせてね、あとはフィラリアの予防とかとね、時期被ってくるんで、まあこの時期にね、ワクチン打つっていう方がね、多いのかなと思いましたので、まあちょうどいいなと思ってね、狂犬病のワクチンのお話をね、しようかなと。まあ以前にも動画は出してるんですけどね、まあ毎年話しても別に、ね、悪いことじゃないだろうってことで、そんなに目新しいところはないですけどね、お話をしたいなというふうに思います。まあワクチンといえばね、まあ最近は新型コロナウイルスのね、ワクチンで、なんやかんや言うとりますけどね、まあそこについては、まあおいおい話をするかもわかりませんけどね、まあそんなことなので始めていきましょう。はい、で、狂犬病ワクチンっていうのはね、まあ日本では狂犬病予防法という法律があってですね、まあワンちゃん飼ってる飼い主さんは、その飼ってる犬にね、一回、まあ受けさせないといけないっていうのはもう法律で決まってるワクチンになるので、まあ皆さんね、年一回受けて、受けさせてるんじゃないかなと思いますけど、新型コロナウイルスのワクチンはね、メッセンジャー RNA を使ったワクチンだってね、わーと思いながら、お、そんなワクチンかと思いましたけど、狂犬病ワクチンはね、もう無毒化したワクチンですね、不活化ワクチン。もうウイルスとしてはもう無毒化されているものを使って、それを体にワクチンに打って、でそれで抗体を作るぞっていうようなワクチンですね。で他にどういったものがあるかというと、まあ、弱毒化したワクチンね、生ワクチン、これは生きてるワクチン、生きてる、まあ、抗原とかウイルスが生きてる状態で、入るワクチンというのがね、生ワクチンというのがあるんですけど、まあ、これは体の中に入って、まあ、死んでないんでね、生きてて、でただ無毒化はされてるんでね、でそれに対して体が反応して免疫を作るんですね。で狂犬病は、もう無毒化した不活化ワクチンになります。うん、まあどっちがどうなのっていうと、まあ不活化ワクチンの方がね、まあちょっと免疫を作る、まあ免疫の反応ですかね、がちょっと弱かったりとか、持続期間が短かったりとかしますけども、実際ワンちゃんはまあ混合ワクチンといって、まあパルボウイルスとかジステンパーとか、あとはアデノウイルスとか、あとはケンネルコフのウイルスとかね、まあいろんなのが入った混合ワクチンと狂犬病ワクチンと、大体まあ2つの種類がね、ワクチンとしてね、動物病院で打つことがあるかなと思うんですけど、まあ現場の肌感覚としては、まあ混合ワクチンの方がなんとなくワクチン接種後の体調不良はちょっと多いのかなっていうふうに感じてます。なので狂犬病ワクチンに関しては、そこまでその打った後の体調不良っていうのはまあ起こりづらいのかなというふうには感じてますね。全くないわけじゃないですけどね、新型コロナウイルスの関係でも思いますけど、ワクチンってノーリスクじゃないんですよね。なんかこう勘違いしてる方多いのかなと思うんですけど、ワクチン打つ上でリスクがどうのこうのって、もちろんリスクはあるんですよ。どのワクチンでも同じです。今まであったワクチン全部アレルギーを起こす可能性ありますからね。まあその程度っていうのはちょっとわかんないですけど、ワクチンってね、まあその病気の免疫をね、ゲットするっていう、とてもダイナミックなお薬なんですよ。普通に考えてね、そんな生半可な薬じゃないので、それなりのリスクはもちろん伴ってます。はい、なのでアレルギーが全く起きないようになるまでとか、それはもう甚だ思い違いですね。もちろんリスクはあると、はい、ウイルスだって本気で生きてますからね。人間だけそんな特別ね、何のリスクもなく免疫をゲットできるなんていうことはないので、だからもちろんワンちゃんでも猫さんでもワクチンを打つと、まあ、ある一定の確率でね、まあ、アレルギーが起こったりとか、アレルギーっていうのはね、まあ怖いアレルギーとあんま怖くないアレルギーありますけど、アナフィラキシーがね、一番怖いんですけど、まあアナフィラキシーっていうのは正直そこまで起こることはないんですよ。ただ、ワクチン打った後にちょっと熱っぽくなったりとか、ちょっと食欲落ちたり、気だるくなったりね、っていうようなワンちゃん猫さんは結構いるので、まあ他の動画でも言ってますけどね、夕方とか夜とか駆け込みで動物病院に行ってワクチン打つと、まあ夜になってね、なんかちょっと元気ないとか体調おかしいとかっていうことで気になってしまって夜間救急に受診される方もいるんで、ワクチン打った後ある程度体調が落ちるっていうのは、まあ覚悟しておかないといけないし、まあそこはしっかり様子を見なきゃいけないので、うん、話は別になりますけど、ワクチン接種っていうのは午前中とか昼頃がいいのかなというふうに思いますね。
で、まあ、今回の動画の、まあ、その話題としては狂犬病ワクチンなんでね。で、狂犬病ワクチンの、まあ、どれだけの、なんだろう、その副作用というかね、打った後に副反応が起こってるのかなっていうのをちょっと調べたらばですね、日本の、厚生労働省のね、ホームページに、まあ、狂犬病予防法のね、お話があったので、で、それで言うとですね、平成27年の報告になってるんですけど、平成27年度はですね、日本国内で狂犬病の予防注射打ったのが、468万8240頭らしいんですよ。で、そのうち、じゃあどれだけの副作用がね、狂犬病予防注射に関する副作用の件数はどれくらいかというとですね、まあ、獣医師が報告したやつですけどね、平成27年度は、まあ、そのうちの18件ですね、4688240頭分の18件が、まあ、報告されてるような、まあ、報告するほどの副作用というか副反応が起こったというようなところですかね。まあ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 そんなところなんですよね。まあこの確率を高いと取るか低いと取るかはもうもちろん皆さん見ている方次第なんですけど、まあただもう法律でね、狂犬病ワクチンの接種っていうのは義務付けられてしまってるんで、まあ打った方がいいんですけどね。打った方がいいというか打つしかないんですけど、うん。まあただそのワンちゃんのね、体調とか、あるいはその時のコンディションによってね、ちょっと打つの今やめた方がいいねっていう判断をすることはもちろん獣医師にはできますので、そこはかかりつけの先生と、まあタイミングとかその時のコンディションをよく相談してもらった方がいいかなと思います。なので、まあ今回の動画で、まああんまり小難しいことは言ってませんけど、今回の動画での、まあ狂犬病ワクチンについてというところで言うと、狂犬病ワクチンっていうのは不活化ワクチンなんですよっていうのことと、まあ年1回打たなきゃいけない、日本の国内では年1回ワンちゃんに打たないといけない、まあ義務化されてるワクチンですよっていうのことと、混合ワクチンと狂犬病ワクチンで言ったら、まあどっちの方がその打った後の体調不良とか、動物病院に遭遇する頻度が多いかっていうと、まあ狂犬病よりは混合ワクチンの方が打った後体調ちょっと崩しちゃう方が多いかなというふうに感じてるんで、狂犬病ワクチンに関してはそこまですごく怖がる必要っていうのは今のところないのかなと。ただそうは言ってもやっぱりワクチンなんで、その後のね、副反応、一過性の体調不良とかね、元気がなくなるとかそういったのがあるので、まあそのできるだけね、夜駆け込みで、かかりつけの先生でワクチン接種するんじゃなくて、ある程度準備して、体調万全っていうところでちゃんと午前中あるいはまあ昼ぐらいにワクチン接種を済ませましょうねっていうようなことですね。であとは数字で言うと、平成27年ぐらいにはね、460何万頭分の18件ぐらいが報告されるような副反応が起こったと。まあ大体それぐらいの確率での狂犬病ワクチンの、まあ、怖いことが起こる確率っていうところですね。まあそういったところを予備知識として、まあこれからね、シーズンになりますんでね、狂犬病ワクチンを自分ちのワンちゃんに打つときはね、そんなことを思いながら接種してもらえれば、うん、まあただね、注射受けるよりはなんかいいんじゃないかなというふうには思います。はい、そんなところですかね。まあもし他にも狂犬病ワクチン云々についてね、お聞きしたいこと、なんか聞きたいことがあったらですね、なんかコメントに、書いていただければ、可能な範囲でね、可能な範囲でお答えします。私もそんなワクチンの専門家じゃないんでね。まあメッセンジャー RNA のワクチンなんてね、へえと思いましたけどね、コロナウイルスのね。ちなみに犬のコロナウイルスとかね、ワクチン入ってますからね、犬のコロナは混合ワクチンの中に入ってるんでね、まあ犬のコロナと人のコロナも違うし、猫のコロナも違うし、まあそれぞれのコロナなんでね、まあ豆知識ですけどね。はい、はい、でまあ、本当に個人的なニュースをね、動画の後半で毎度おなじみ個人的なお話としてはですね、この前私ね、やっとこさ歯医者さん行ってきました。本当にこのチャンネルを長く見ていただいている方はね、ご存知かと思いますがね、一時期ね、親知らずが痛い痛いって言って、で歯医者行く行くって言ってたんですけど、実はねサボって行ってなかったんですよで行きました、この前本当意を決して行きました。まあ親知らずの方はね、正直もうそんな痛くないんですけど、ちょっと他のね、治療してたところがね、またなんかちょっと不具合生じてきたんで、今そこまた再建中なんですけどね。まあやっぱね、歯医者さん優しいっすね。うん、まあいい歯医者さんに出会ったのかわかんないですけど、とても優しくしてくれて、すごくね、行きたくなるような歯医者さんで、また来週また行くんですけどね。まあ、麻酔はね、どうしてもね、表面麻酔をしてからお注射打ってもらうんですけど、それでもちょっとチクッとするのはしょうがないですけどね。まあでも歯医者さん優しいなと、私もそれぐらいちゃんとね、患者さんに
優しく接することができる獣医師になりたいなってね、最近はちょっと自分もね、なんかあんまりダメだったなって思いながら、で本当に久々にね、自分が患者になるっていうことがほとんどないんでね、まあ、歯医者さんに行って自分が患者の方の立場になって改めてね、診療する側の方のね、なんだろう、メンタルというかね、接し方というか話し方とか、そういったところの重要性っていうのをね、改めて気づかされましたね。本当にもう自分に言い聞かせる思いですけど、もうしっかりそこはね、笑顔も大切だし、喋り方も大切だし、接し方も、まあ、ちょっと学ぶことが多かったなと、歯医者さん行っていろんな収穫がありましたね、まあ、もちろん歯もやってもらってますけど、今日からまた、そういったところをね、しっかり気を引き締めて診察に当たりたいなと。何の話してるんですかね、なんか反省文みたいになりましたけど、そんなこんなでとりあえず頑張っていこうというような話ですね、まあ、次回の動画も、まあ、そんな話に絡めてね、ちょっと獣医療についてお話をしていければなというふうには思っております。はい、まあ、そんなこんなでね、まあ、このチャンネルでは毎週、まあ、2本ですね、前半後半に分けて一応、1本ずつ動画をね配信していこうかなというふうに思っております。主にワンちゃんと猫さんの獣医療に関するね、話題をお話ししているチャンネルになりますので、もしよければですね、次回以降の動画もチャンネル登録していただいた上でですね、チェックしていただければなというふうに思います。はい、そんな感じで、またコメントいただければなというふうに思います。最後まで、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。バイバイ。